にちは、南里穂です。今日は2022年下半期ベスコスを発表したいと思います。ドラッグコスメ、ドラコスと、あと韓国コスメ編ですね。まあ要するにプチプラ編っていうことで紹介をしていきたいと思います。ということで早速始めていきたいと思います。下地部門ですね。下地部門はキャンディードールブライトピュアベース CC ラベンダーの色味です。これ結構全種類持ってるんですけど、私的に肌タイプによってもいろんなこう色はあると思うんですけど、私の肌的にはまあラベンダーが一番くすみ飛ばしてくれるかなっていう感じでラベンダーの色味を選びました。ってことで、でもね、黄色とかも全部結構優秀なんで、プチプラでベース探してるって人にはおすすめかな。まあ私の下地を選ぶ基準として、クッションファンデとリキッドファンデーションの邪魔しないかっていうのを一番重要視してるんですけど、結構これもどのクッションファンデーションもリキッドファンデーションも邪魔しない感じで、ノリもいいので次のファンデーションとかの、なのでこれを選びました。こんな感じで、まあちょっとねふんわりラベンダーの色味です。もうこんな感じでね、見てもらったら分かる通りパーンってトーンアップしてくれます。まあ、もうトーンアップクリームって考えてくださったらいいと思います。で、肌触りといったらベタつかずちょっとサラサラ寄りの感じです。なのでちょっと乾燥肌でよっていう人はこの上にツヤ系のクッションファンデーションとかを重ねてあげてたらいいと思います。次はキャメイクポアレスエアリーベース01番ってやつで、見てもらったらこんな感じで美味しそうです。生クリームみたいなムース状になってます。で、これはとにかく毛穴レスにしたいって方におすすめですね。こんな感じで塗ったらクリーム状になるんですけど、これをさーって広げていったらもうサラッサラになるんですよ。もうこれでも結構くすみ飛んだというかトーンアップしたっていうのが分かると思うんですけど、これはねもうサラッサラになります。全体的に別に塗ってもいいねんけど、まあ私はこの毛穴隠したいところ、鼻のこのいちご肌の黒ずみだったりとか、あとよれやすいじゃないですか、鼻の部分とか、そういうところにこれ塗って、まあ、毛穴もパーンって飛ばしてくれるし、サラサラしてるのでよれにくいっていうので、これはマジで優秀やなって思います。次はクッションファンデ部門に移りたいと思います。クッションファンデは今年もめちゃくちゃ買いました。クッションファンデは韓国コスメが多かったかな。クッションファンデは韓国コスメをめちゃくちゃ買ったんですけど、あんまりクッションファンデに出会えなくて、正直1回使って良くなかったやつはもう使ってないです。で、その中でも良かったのがキルカバー。これは本当に良かった。っていうか結構ね、デイリーささってメイクするときはこれを毎日結構使ってます。クリオのクッションファンデーションはあんまり正直好きじゃなかったんですよ。若い時はそれこそ結構厚塗りタイプがすごく流行ってて、キルカバ使ってたんですけど、今の時代ってアバター肌みたいなのも流行ってるけど、素肌っぽいねんけどしっかりカバーはできるよねっていうクッションファンデが多分皆さんも好きな方多いと思うんですけど、これはほんまにそれに私が今年使った中では一番適したクッションファンデーションじゃないかなって感じです。これはね、つけた感じは今片方の手塗りました。こんな感じ、結構さ、すごくない？でも全然厚塗り感がないんですよ。すごいね、ナチュラルやのにカバー力があるというか、でもつけ心地はすごく軽いし、あとなんて言っても今年買った韓国のクッションファンデーションの中では一番マスクにつかないし持続性があるなと思ったので今回これを選びました。で、これ実は鎮静クッションなんですよ。だからまあちょっと肌にも優しいみたいな、あと SPF40PA2+ 入ってて、ちょっと紫外線効果もありますよっていう、ね、今回はこれを選びました。で、次はパウダー部門に行くんですけど、パウダーは一つだけです。じゃじゃん、バニラコプライムプライマーってやつなんですけど、フィニッシュパウダー、これマジで良かったですね。パウダーはすごく私も使うので、いろんなものを結構今まで使ってきたんですけど、化粧よれとかが一番良かったような気がします。持続性がすごい。で、粉感も少ないっていうので、粒子が細かいって言ったらいいのかな、粉の粒子が細かくてすごいこれは良かったです。最近はやっぱマスク時代なので、粉した方がカバーもされるしよれないっていうので粉結構大事なんですけど、これはねほんまに折れへんし、マジでね、塗ってもね、粉感が全然ないんですよ。サラサラってしてるから肌なじみいいっていうことで、今回ね、このバニラコを選びました。パクトバージョンも出てるんですけど、まあ、パクトより粉の方がいいかなと思って、今回はこのこっちの粉を選びました。マジでいいです、これ。
次はじゃあコンシーラーいきます。コンシーラーはやっぱプシプラの中やったこれが一番やったかな。マキアージュのねコンシーラーリキッド EX ライトの色味なんですけど、リキッドタイプでペンシルタイプなので、こうやってサッサッてやるだけでクマが隠れるのもいいところと、あと持ち運びにもいいし、口角の部分にこうやってやるだけで口角がキュッて上がるのが分かると思うんですけど、こういう風なお直し、細かいお直しの部分も最適やし、こういう血管が私はね毛細血管が受けててるので、こういうところのサッサッサッサって直しも、でこのタイプはやっぱりねパレットタイプと違ってあんまり塗った後のお直しがいらない。やっぱ普通のリキッドとか普通のコンシーラータイプやと上からどうしてもクッションファンデーションのパフ使ったりとかしてぼかさなきゃいけないっていうのがあるんですけど、このねマキアージュのはなんか普通にクッションファンデの直しがいらないっていうところが好きです。こうやって手でパパパパってカバーしていただいてあげて、でこの目の下とかもカバーできるし、これはねめっちゃいいなと思います。これを使ってから私結構ねこういうリキッドタイプのペンタイプがめちゃくちゃ好きになって、ハイブラのサンローランとかも買ったし、これはねすごい出会えてよかったなと思います。めちゃくちゃ便利です。だから結構クマが出てきちゃいますとか、笑った時のこのシワのところにこうファンデーションがやっぱりどうしても埋まってきたりしちゃうから、そういう時にこう外出中にトイレでサッ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 って直すだけでクッションファンデ持たなくてもいいよねっていうので、お直しにもすごく最適かなって思います。あとこういう鼻みんな小さくしたいから、ここにコンシーラーを入れてちょっとキュッと見せるっていうね、こんな感じのテクニックとかもありますってことで、これはすごい優秀だなって思います。次はシェーディングいきます。キャンメイクシェーディングパウダー05番です。これね、もう私が毎日メイク、まあもうどんなメイクの動画でも結構使ってるんで馴染みがあるかと思うんですけど、私が使ってるから、これ何がいいかって言ったら、これ結構ねブルベ用なんですよ。あんまりイエロートーンベースの黄みがかかってないシェーディングなんで、多分どんな肌の方にも合いやすいというか、イエベブルベを問わない感じで、でもシェーディング特有の私黄み感があんまり好きじゃなくて、やっぱのせることによってちょっとシェーディング感が強くなるというか、だからあんまり黄みがかったシェーディングの色味好きじゃないんですけど、これはねあんまり黄みがかかってなくて肌なじみがめちゃくちゃいいです。なのでこの辺に塗ってもいいし、鼻にも全然合うし、これほんまに結構すごいドストライクの私的に色やなって思ってます。アイシャドウいきます。アイシャドウはコフレドールテドルチェシャドウです。こんな感じでめちゃくちゃ発色がいいです。とにかく発色がいいのがすごく好きで、ラメ感とかも絶妙な色合いですごく発色がいいのが今回選んだポイントです。で意外とこういうオレンジ系の色味でも塗ったらね全然ねそうでもないんですよ。こんな感じめちゃくちゃ可愛くない？デイリーメイクでも使えるようなこんな感じの発色で、上からラメ重ねると、これゴールドのラメなんですけど、こんな感じでねテラコッタオレンジっぽい感じ、だからデイリーにも全然使えるし、なんかこれ結構夏っぽい感じの色味やんって思われる方も多いんですけど、全然秋冬、まあ、季節問わず使えるかなっていうので、このアイシャドウは結構質問来ました。でもこれリホちゃんコフレドールのアイシャドウ売ってないんですって言われたんですけど、これ多分期間限定なんですよね。そう、確かこの色味期間限定で、でも違う色味ならアットコスメとかいろんなところにあるんですけど、そう、あと濃い色も重ねるとこんな感じめちゃくちゃ可愛いんですよ。お腹とかも良かったし、ドラコスですごいね発色がいいからみんなにもぜひ使ってほしい。この色味じゃないやつもまた買ってちょっとレビューして試してみますね。次はじゃじゃーん、ビセニュアンスマットクリエイターです。これはね、なんか、まあ、最近流行りって言ったらあれやけど、マット系のアイシャドウです。こんな感じでね、陰影つけるのにもぴったり。やっぱマット系のアイシャドウって陰影つけるのにもぴったりですよね。すごくね、発色もいいし、可愛いんよ。だからドラコスの中でマット系のアイシャドウやったら、このビセが一番良かったなって思います。いろんな種類もあるんですけど、やっぱ私はチェスナットブラウンが好きかな。結構ねこれもねボルドー系のブラウンって思うんですけど、全然使いやすい色味なので、まあ、デイリーメイクにもすごく使えると思います。こんな感じ でカーキ系もめちゃくちゃ可愛いし、ちょっと大人っぽい雰囲気にしてくれたりとか、これは本当にもう見てもらったら分かる通りマット系のシャドウでめちゃくちゃ伸びいいんですよ。ここに塗ったのにめっちゃ自然じゃない？すごいよね。これがほんまにすごいところで、一回塗ったらこんな感じで
バッてなんねんけど、これをバーって伸ばしていくとこんなに広がんねん。これ結構すごいなと思って、こういうところがおすすめです。だから陰影つけるのにもぴったりやし、アイホール全体にアイシャドウを大体塗っバーって広げたりすると結構塗りました感がすごいと思うんですけど、このマットアイシャドウはメイクが難しいって方にもすごい簡単やと思います。陰影がつけやすいので塗ってます感も少ないし、いやらしさがないですよね。ラメがそんなに入ってないからオフィスメイクとかにもいいんじゃないかなって思います。はい、これはすごい優秀やなって思った。次は眉毛をきます眉毛は2つあります。まずメイベリンです。ブローインクカラーティントデュオ06番ダスティーピンクっていう色味なんですけど、これ何がいいかって言ったら、こっちめちゃくちゃ細い、超極細で、これね5、6色ぐらいあって、まあこの流行り的にはダスティーピンクっていう色味がめちゃくちゃ可愛いです。こんな感じ、可愛いかな。でなんとね、この反対側見て、こんな感じ眉マスカラになってるんですよ。これはマジで良くて、でこれの特に何がいいかって言ったら、超極細、視聴者さんの、眉マスカラは苦手ですよっていう人、こうどうしても塗りすぎちゃうとか毛束が苦手ですとか、そういう方も多分いらっしゃると思うんですけど、これはねこんな感じで、やっぱ塗るときはこうやって眉毛細めたらこう毛が寄ってくるので、こんな感じで眉頭立たせるときにもすごく便利やし、めちゃくちゃナチュラルなんですよ。眉頭立ったの分かるかな、これ。うん、こんな感じで立体感も出すことができるし、毛束を塗った感がない感じがすごく良くて、これすごく気に入ってます。でいろんな色もあるので、眉毛が暗めの方とかでも、ハイトーンの明るめの方とかでもいろんな色を楽しめるんじゃないかなって思います。っていうことで、このピンクは結構ね垢抜け感も一層出て超おすすめです。だから眉マスカラどれ選んだらいいかわからんっていう人も、こうやってもう 2つにまとまってるので、ぜひ1本持ってたら便利です。次はじゃじゃーん、キャンメイクパーフェクトエアリーアイブロウです。まあキャンメイクといえばすごく低コスパでかなり商品がいいんですけど、これはねめっちゃ安いし、なおかつすごく描きやすいってことで、こんな感じの色味です。下がさっきのダスティーピンクメイベリンの、上がねキャンメイクなんですけど、これはほんまに描きやすくて、さっきよりちょっと太めになってます。で後ろにはこんな感じで、まあ毛とくやつがついてて、すごい使いやすいです。なのでこれを選びました。まあ色味もカーキっぽいブラウンで絶妙な色味で、どっちかっていうとね、デパコスのマックの、私がいつも使ってブルネットの色味に似てるかなって感じです。まあでもこれも眉毛だけじゃなくて、こうやって人中描いたりとか、唇の上なぞったりとか、いろんな使い方できるので、これは一つ持ってて損はないかなって思うアイテムです。セザンヌノーズ&アイブロウパウダー04番モーブブラウンです。パウダー系は一応これということで、まあモーブブラウンって言って、まあモーブ系のピンクも入ってて、そこまでピンク系は苦手やけど、流行りのモーブピンク系は入れたいっていう方にはおすすめですね。綺麗に自然にナチュラルにピンク味を乗ってくれるので使いやすいかなと思います。あとこういうアイブロウパウダーって眉毛描きよりも簡単だと思うんで、サササッってやれるのが特にメリットが高いですよね。次はね、これビセリシのスタイリングクリアアイブロウ A2 番っていう色味です。クリアなので、まあもう眉マスカラがほんまに苦手みたいな、でも最近トレンドの抜け感出したい、眉頭出したいっていう方は、ビセのクリアアイブロウがもう一番おすすめかも。眉マスカラの色味はいらないんですと、韓国っぽいふさふさした眉感が欲しいんですっていう方は、もうこれが一番ぴったりなんじゃないかなと思います。でね、すすごい細かいオーロラっぽいラメが入ってるので、それもちょっとね垢抜けポイントでもあるし、あとこれもさっき紹介した眉マスカラと似てて、サッサッサって塗ってもめちゃくちゃ固まったりとかも全然しないので、これは本当におすすめです。眉マスカラが苦手で、でも眉頭立たせたいっていう人は、まずこっから始めてみたらいいんじゃないかなって思います。次はマスカラですね。マスカラいきます。これはもう下半期のベスコスよってずっとメイク中に私が言ってました。エスポアノマージンボリュームマスカラ XP なんですけど、ほんまにこれはすごいです。今年
使った中のマスカラで一番ダントツにめちゃくちゃお気に入りなんですけど、韓国コスメやったらまあこれかな。いろいろね、でも今年はほんまに韓国コスメのマスカラの中でもいいものに出会いすぎて、正直どれが一番かなと思ってたけど、やっぱこのエスポア使ってからはあもうこのエスポアやなと思って、まあすごいセパレートにも見せてくれるけど、束感も出してくれるし、ボリュームも出るし長さも出るし、マスカラのいいとこ取りを叶えてくれたマスカラだと思います。これはほんまに結構ね、あげた友達、私結構ストックもう一つもしてるんですけど、これあげた友達、これいいでっておすすめした友達は結構めっちゃいいって言ってます。だから結構マスカラ何使ってますかとか、マツパしてますかっていう質問がめちゃくちゃ多くて、もう一切してなくて、私は結構ベースとあのマスカラのおかげやなって思ってます。まあビューラーはね、どんなものでも別に上がるので、結構マスカラ、アイメイクでも重要視してます。ってことで次はまあブラウンだったらヒロインメイクのキスミーヒロインメイクマイクロマスカラです。もうめちゃくちゃ細いんですよ、ブラシが。だから下まつげ塗るときとかおすすめやし、キスミーのヒロインメイクって結構韓国のメイクさんとかも使ってる方すごく多くて、韓国行ったらね結構ねキスミー使われることが多いんですけど、まあ結構韓国ってどっちかっていうとこうつけまつげをつけてまつげ強調させるじゃないですか。だからマスカラそんな正直濃いものあんま使わないんですよ。だからこういうこのキスミーすごくナチュラルなので、あと一本一本すごく繊細、正直ボリューム感はないです。上塗るときはそこまで使ってないかな。どっちかっていうと私は下まつげとか塗るときにこれ使ってます。次はアイライナーいきます。ラスティングリキッドライナー07番、これが今年の4月下旬に発売されたものなんですけど、結構ね毎日メイクでも使ってます。じゃじゃん、すごない？これ実は色味グレーっぽいんですよ。グレーやね、こうやって見たらね。でも目にのしたら絶妙な感じのブラックグレーみたいな感じに見えて、私もあんまり昔ブラック引くことなかったんですよ。結構ブラウンばっかりというかだったんですけど、これ使ってからはブラックも使うようになりました。なんでちょっとアイライナー めっちゃ描きたいねんけど、ブラックは重たすぎるっていう方におすすめかも。でこんな感じで塗ったら乾くめっちゃ早いからやばない。こすっても全然取れへんねん。でも追い落ちっていう、めちゃくちゃ良くないですか。だから全然ね、泣いても落ちません。泣いとんかっていう、そんなに泣いてもほんまに落ちひん。だからおすすめ。あとね、結構ブラック寄りのラスティングリキッドライナーも欲しいなって思って最近これも買いました。これは02番なんですけど、ブラウンブラックって感じ。ちょっとブラウン寄りやね。でも今引いてるのこれです。でもほら、目にのしたらね、またね、ちょっと黒っぽく見えるやろ。こっちもね、なんかちょっと目にのしたらね、こんな感じの発色じゃないの。これもブラウンっぽいやん。なのにブラックっぽくない？目で発色してるの。そう。だからこれ結構優秀なカラーライナーやなと思いました。次は、ルミアグラスのやつです。じゃじゃん。これは私が沖縄行く前に、ここからファインで、とにかくウォータープルーフのアイライナー買わないとと思って、パッて不意に見つけたやつ。こんな感じで、もうこれはもう本当にブラックの色味なので、まあ見たようにブラックって感じなんですけど、めちゃくちゃ描きやすいのと、やっぱ海にも強かったっていうのがポイントかな。ごめん、本当はそれだけなんですよ。もうこっちのラスティングリキッドライナーが描きやすくて、キャンメイクにはちょっと劣るかなって感じです。描きやすさはね、この2つのが抜群にいいんですけど、まあ絶対崩したくない日とかは、これがおすすめかなって感じです。次はチークです。もう結構終盤にかかってきたんですけど、チークいきたいと思います。まずエチュードのローカースイートレイヤーチークヘーゼルナッツです。この色味がすごくいいです。今使ってるのもこの色です。なんて言ってもチークやから発色が一番重要視してるんですけど、とにかくすごい発色がいい。一塗りしても自然な感じで発色して、で濃くしたい時は重ね塗りしたりとか、もう色味見た感じのまんまで発色してくれるので、こういう風なふぼんわり可愛いよね。エチュードのコスメ久々買ってみたんやけど、めっちゃいいなと思いました。ヒーミーのピュアチークカラーヌードベージュです。これ台湾コスメなんですよ。アットコスメで私は買いました。これ結構気に入ってリピートしちゃって3色ぐらい持ってます。多分他の色使ってる時のメイク動画とかも見たことある方いると思うんですけど、これヌードベージュでめちゃくちゃ綺麗です。まあ、これもさっき言った通り発色がとにかくすごいいいのが好きで、こんな感じで可愛くない？
こう血色感というかすごいふんわりっていう色味がね、両方ともすごい可愛い感じです。次はリップケア部門です。キャンメイクプランプリップケアスクラブ、これはほんまにマジでよかった。もう毎日愛用してるので永遠に買ってますね。これほんまに永遠に私ドラッグストアとか行ったら買ってる気がします。それぐらいほんまにめちゃくちゃ良かった。夜寝るときはもうなんかもうルーティーンみたいな感じで紹介しますけど、これがアリタームのジンジャースクラブです。これ自体は廃盤になってるっぽいです。韓国の友達に聞いたらそうやって言われた。でもこれストック買いしてるのでこれは新しい方なんですけど、ほんまになんか今まで私結構唇の皮すごいめくっちゃうし、めくれるんですけど乾燥 でこれに出会ってからほんまにチュルチュルというか、もう寝る前に大量に唇に塗ってで起きるんですよ。そしてまだべったり感が残ってて、その時にこのヒンスのねスクラブ、リップスクラブします。これ普通にまあこういう感じのシュガースクラブなんですけど、これをバーって塗ってそのリップ感を落とします。まあ洗顔するタイミングでで落とした後にこのキャンメイクをします。これはまあもうリップ縦じわもすごい綺麗にしてくれるし、唇もプルプルツルツルになるんですけど、だからまあこのもう3点セットは私の中での結構ルーティーンですね。これないとほんまに無理かもっていうくらいです。でこれはあのキャンメイクの方は3色出てるので、無色透明の01番もおすすめなんですけど、まあ2番がおすすめかな。で結構これだけでもみかんはまああんまり微妙なんだけど、2番のピンクは結構それだけでも色づくから、これだけ重ね塗りしてたら十分な血色感は出ると思います、2番だと。はい、次はじゃじゃん、エスポアマロンシューとコネリアっていう色味なんですけど、コネリア夫人なんですけど、コネリア夫人って言ってて、私今塗ってるのもコネリア夫人です。はい、こんな感じです。上がコネリア夫人で下がマロンシュー、めちゃくちゃ可愛い。でこれはマットの中でもめっちゃ乾いてるマットみたいな感じにはならへん。サラサラしてんねんけどルージュリップ感は残ってるというか、であとまあもう一番マットリップでの重要視がまあカサカサしないか皮めくれないかなんですけど、これ比較的皮めくれないです。乾燥しにくい。で色味も結構ドンピシャな色味ですごい私は好きなので、このコネリアがマロンシューを結構愛用してますね。今年のマットリップに乗っかえたら何回これがすごい1位やったかなって思います。次はヘラです。ヘラセンシュアルピーティングローティント419っていう色味です。可愛い、これめっちゃ可愛い。これもあのピンクの色味も買いました。でこれのちょっと難点、ちょっと唇がカサカサになります。結構その代わりめちゃくちゃ落ちないです。結構飲食しても結構落ちにくいのでおすすめ、そこの点はおすすめなんですけど、カサカサっていうか唇の皮めくっちゃったかなっていうのがあります。なんですけど発色感と、あと本当にマスクしてても飲食しても落ちにくいので、ちょっと短所を抜いたら普通に、まあ、もうこれはもうめちゃくちゃベスコスかなと思います。はい、っていうことで南美穂の2022年下半期ベスコスプチプラ編でした。喋りすぎてもう結構ちょっと疲れてるんですけど、皆さんの、あの少しでも参考になったら嬉しいです。はい、ってことで私は2023年もコスメを買い漁ります。ってことでぜひデパコス編も楽しみにしててください。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。